ジョリーン、俺は戻ってくる。この世の全てをぶっ壊すために。逃げられたか。そのあんたのことなんて呼べばいいかわからないんだけど、ひとまず父さんって呼ばせてもらうわ。今何が起きてるの？プッチンの能力が原因かと思ったけど、そうじゃないのね。時代と世界を超えてこの場所で巡り合うことになるとは。空城丈太郎、プッチ、はじめましてと言うべきかな。ちょ、もっとも私が1988年のお前と出会うのは。何？あれは…鳥…ハヤブサ？プッチとか言ったか。てめえ、今奇妙なことを言ったな。俺がてめえとすでに会ったことがあるだと。知る必要はない。説明したところでお前には理解できない。プッチ、お前を天国に行かせるわけにはいかない。お前がこのケープカナベラルで必要としているものを与えるわけにはいかない。ジョリン、その天国とは、この世界の私が求めていたもののことを言っているのだろう。それはもういらない。私には不要なものだ。何？私が本当に求めていた天国は他にあったのだから、私はそれを見つけた。いや、彼に。我が友に見つけてもらったのだ。私は苦難の道を歩み続ける殉教者ではない。真実の道を得た天国の住人なのだ。私はあまねく世に知らしめねばならない。彼の生み出す真実の尊さを、素晴らしさを。なんだと。言っただろう、知る必要はない。我が友と天国のためにお前たちをここで全身全霊を込めて。大物ぶってわけわからねえことしゃべくってんじゃねえぞ。あいつ言ってることがまるで変わってしまってる。新しい天国をたたえよ。オープンザゲーム。
希望を失ってはならない。希望は強い勇気であり。あと一回呼吸するうちに。二人で行くぜ。ええ。幸福において克服しなければならない。私と我が友にとってのそれは。ジョースターの決闘だった。てめえ、あと一回呼吸するうちに。てめえ、してやられたときに。大丈夫だ。てめえ、共に行こう。チーム。少しずのいるこの足元で全力で見極めて。仕掛けるぞ。チーム。まだ大丈夫だ。これを待っていた。どこへ行ったの。気に入らない奴は、とりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。やれやれだわ。気に入らない奴は、とりあえずぶん殴る。この辺り？そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。今までのプッチとは別人みたいだわ。説教の言葉がよく聞こえねえからよ。もっと大きな声でいいな。強いな。二人とも。夜空に輝く満天の星を見たことはあるか。すべての星々は互いに引き合うことで一層輝き。お前は引力を信じるか。人と人との間にも引力があるということを。プッチ、何を言ってる。お前たちには計り知れないことだろうが、私たちは真の天国に至る唯一の道に到達した。この世の全ての人類が真の幸福に導かれるための道。アイズオブヘブン。何？
聖なる遺体の光に導かれるがいい。空城丈太郎、お前たちが遺体を全て集め終わったその時こそ、我が友の天国が幕を開けるのだ。楽しみにしているぞ、丈太郎。お前らが彼の作り出す真実にひれ伏す時を。どうやら今のやつは異変に巻き込まれているのではなく、異変を引き起こしているガバの存在ってことか。やれやれ、真実だの上書きだの意味ありげなこと言いやがった真実、上書き、仲間が敵になり、倒したはずの敵が蘇る。真実の上書き。共鳴だ。近くに聖なる遺体があるようだな。使い方を知らんアホだ。お前俺のことを怒っているのか。
相当の疲労だぜ。いじめのアイディアたくさん考えてやる。リタイア。よく。つわさい。援護を頼む。ああ。サンライトイエロー、オーバードライブ。てめえはハトにさえ勝てねえのさ。僕には戦う理由がある。どういうことだ、ディオが。オープンザゲーム。ほう。ガッセンキオーバーグライブリーダー。これイチパンチゲーム。ガッセンキ遅いゲーム。行くぜ。まずは
イエローオーバードライブ。これで確かに返してもらったぜ。いや、なんて長い、なんて奇妙な因縁なんだ。これは。遺体が手に入ったぜ。あと3個か。うわ、何これ父さん。詳しいことは亀の中でさっきのジジイに聞きな。それと父さんってのはやめろ。それ以外にどう呼べばいいのよ。前みたいに親父とか。後でいろいろ聞かせてよ。やれ。